男の方は例えば、ブサイクでデブで、うん、で給料安いなんて言ったら、うん、絶対結婚してもらえないみたいなさ、うん、なっちゃうじゃん。なりますね。ね、うん、でまあ女の子で、うん、まあちょっとブスで、うん、ちょっとぽっちゃりしてても結婚できると思うのよ。まあ、確かにそれは分かるような気がしますよ。あのそのやばいレベルを、うん、男のやばいレベル女のやばいレベル比べた時に、うんうん、男はもう確実応じてくる、うんうん、確かにこれなんかすごい差別主義者みたいな話聞こえるかもしれないけど現実想像するとだよ、まあ、確かにそれはありますよ ね、うん、それは分かる。そうだからその時に男の方がどんどん余ってってるんですよ。でさきさんのところに行列して付き合ってください付き合ってくださいって来ているものを今想像すると多分ね10人ぐらい並ぶと思う。いやいやさきさんのモテ具合からするとでその10人に対して、3人目までは罰つきませんっていう法律を俺総理大臣だったら作ってあげるから。わかりましたそうすると2番目3番目までその男たちにさきさんが割り当てられていく幸せが3倍になってくるんですよ。なるほど、うん、これが俺が市長になってもできないし、うん、国会議員レベルでもダメだから、うん、総理大臣になった時総理大臣になった時ぜひ待ってますから結婚しませんけどねっていう、まあ、少子化問題とか、うん、ありますね。少子化問題よ、ね、なんかいろんな問題がね今手回ってますからね、うん、まあ、あとはそのじゃあその少ない子供、うん、生まれる数が少ない子供を絶対に幸せになってほしいじゃん、うん、もともと生まれるの少ないんだから、うん、でみんなを、幸せにするためにどうしたらいいのって思ったら、うん、あのねさっきの話じゃないんだけど、うん、その、ね、ダンスダンスダンスしてほしいんですよ、うん、みんな個性を、うん、自分の表現をして、うん、自分らしく幸せになってねっていう意味、うん、なんか型にはめてみんな大学行かなきゃいけないとか、うん、そんなのは俺の幸せの理想じゃなくて、うん、みんながやりたいことをねちゃんとやってもらえればいいのかなと思ってるんですよ、うん、そうですね、うん、型には子供たちをはめるだけが人生じゃないと思いますね。ね、うん、だからちょっと俺のその昭和の時代を考えると、うん、いい大学行っていい会社入るのが幸せだって言われたんだ、うんうん、でもそんなにあの今の時代単純じゃなくて、うんうん、もっと幸せを味わえることって人それぞれじゃん、うんうん、確かに。で本当現実に大学行っても就職できないみたいな時代になっちゃってきたから、うん、なってますなってます。現にも私たちの時代でやっぱり異端じゃないですか ね、うん、そういうのがさ、こんなに時代って変わるのっていうのを本当に見て感じてきてるから、うん、昔先生も親もみんな言ってたこと嘘だったんじゃないかとかって思うわけよ、うん、だとすると本当の答えは誰も分かんなくて、うん、それは当たり前だよね。人それぞれなんだ、うん、そうですね、うん、だからその人がああ俺って最高な幸せだって思うのが答えなのよ、うんうん、だから隣にいる人が答えを言ってもそれずれてるし、うんうんうん、自分にぴったりなものって自分しか分かんないみたいな、うん、こういう時代は幸せなんだろうけど複雑、うんうん、単純でないみたいなのって今の時代の特徴だと思う、うんうん、そうかもしれないですね。昔はね、あの家電ってあった時代を覚えてる、うん、ありますよ今でも。あ、家電もある。家電ありますよ、あるよ。じゃあおじいちゃんおばあちゃんとかが、うん、ね、あのいる家だったらばそうだと思うんだけど、うん、そのね、昔は1個しかないから、うん、家中お父さんお母さんも子供もおじいちゃんおばあちゃんも、うんうん、まとめてこの人の分に1個しか番号なかったから、うんうんうん、で家にかけて、うん、いなかったら繋いでもらえないし、うんうんうん、それぐらい不便な時代だったんだけど、うんうん、今1人1個ずつスマートフォン持ってて、うん、ひどい人2個持ったりしてて、うんうん、そうですね、うん、でそんぐらい変わるのに25年ぐらいしか経ってないんだよ。そう、うん、だってその NTT ドコモが車に電話つけた率の30年前くらいで、うん、で携帯電話がみんなが持ち始めるのにピッチとかつ安いやつで始めたり、その辺が26、7年前だよ。うん、でこんだけみんなが持つようになったっていうのを言ったらもう10年か15年ぐらい前だから、
あの時代ってすんげえスピードで変わるなっていうのを感じてんの。時代は本当時代ですよね、うん、本当時代の変化にもついていかないと多分もうおいでがれと思います。いやでこれをさ、うん、そのいやいや大変な世の中ですみたいに思ってても、うん、なんか仕方なくて、うん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 、いやいやだってこんなこと味わえる時代に生まれたんだから、うん、俺子供たちはラッキーだと思ってるよ、うんうん、だからそれを生かして自分らしい人生になってほしいなと思うから、よくさスマートフォン